はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ続きをやっていきたいと思います。迷いの森でオールが亡くなったので、次はメルビルに行って皇帝の病ですね、こちらのイベントを進めていきたいと思います。ではメルビルへ行きましょう。まずどこへ行けばいいんだ。爪状に行くか。あの事件を扱っているところですね。まあ、そこへ行けばある程度情報が手に入るかな。あとここスティールソード売ってたよね。アルベルトスティールソード買ってあげようかな。皇帝陛下がご病気なのだ。治療法を見つけた者には莫大な恩賞があるぞ。だけ莫大な恩賞をくれるみたいなんで、やる気は出る。やる気は出るけど、解決方法がわからん。いや、まあ実際わかってんだけど、どういう風に情報を収集していくか。スティールソード、490円か。まあいいや。アイアンソードからどれほど強くなるかって言われたらちょっと微妙ではあるんだけど、スティールソード使っていきましょう。攻撃力とか出ないからね、そういえば。あとパラメータ見たらヒットポイント減ってたね。まだ回復させてなかったか。ちょっと宿屋へ行きましょう。ここの宿屋ちょいちょい使ってるかな。あ、ちなみに宿屋タダなんで完全に。まあ、そこはいいかな。まあ、宿屋がじゃあどうやって運営してるんだっていうのは謎ですけど、宿泊施設としてなんか補助金みたいなのが出てんのかな、国から。一応全部国には所属してる。いや、なんかね、西の方はね、開拓地なんですよね。開拓地はまだ国っていう感じではないんで、そういうところはどうやってやっていってんだろう。こっちにね、行ける神殿があるのでこちらへ行きます。で、本当はね、ここで光の魔法が変えたりするんですけど、今はイベントが起こっちゃってるんで、皇帝陛下の病が思わしくありません。原因がはっきりしないのです。どういう状態なんですか。体の力を吸い取られていくような感じがするそうです。これは病気ではなくて何者かの呪いかも。ここ呪いが多いな。だから一番最初の事件もなんか呪いだったよね。呪い殺してやるとかなんとか。まあ、帝国ってことはいろんなところから恨みを買ってたりするんですかね。いまいちここもちょっと情報としては少ないですね。で、まあ、情報収集のためにここ一回も入ってなかったんですけど、図書館に寄ります。で、図書館はいろんな本があって、調べられると本って言うんですけど、ちゃんとね、情報をくれるところがある。呪いを打ち消すにはムーンストーンが必要であると。じゃあ呪いを打ち消すためにはまずムーンストーンを求めると。じゃあムーンストーンどこにあるのっていう話なんですけど、これは関係ないですね。リガウ島には恐竜の住む草原と今も活動中のトマイ火山がある。アロン島にはジャングルがあり、いくつかの洞窟と古い神殿があると。まあ、ここら辺でちょっと情報収集していきましょう。メケセ・アムとラハオピ神殿。この本で古文書の解読ができる。まあ、これはキャプテンホークが持ってた古文書ですね。古文書の解読を始めた。よし、分かった。ジャングルの神殿に入るにはアムトのシンボルとエリスのシンボルが必要だということで、まずムーンストーン、最終的にはムーンストーンを手に入れるんだけど、そのためにはジャングルに、あるなんちゃらみたいなちょっと俺も整理できてない。ディスティニーのある場所、火のルビー、バイゼルハイム、水のアクアマリン、クリスタルレイク、これは取りましたね。土のトパーズ、あ、カクラム砂漠、風のオパールはわからない、光のダイヤモンドもわからない、闇のブラックダイヤもわからない、木のムーンストーン、2つの月の神殿、ジャのオブシダンソード言っちゃったオブシダンオブシダンはオブシダンソードっていう剣なんですよね。凍った城と、あー、まだあった魔のエメラルドは魔の島、幻のアメジストはフロンティアと。で、アメジストはフロンティアにあったものを今バーバラが持ってて、パクったとこですね。世界神殿巡り、クリスタルシティ、大地の女神ニーサ、戦士の神ミルザ、北エスタミル、愛の女神アムト。そう、さっき出てきましたね、アムト。北エスタミルになんかアムトの神殿があると。で、南エスタミルが、神、海の神ウゴム、メルビル、光の神エロール、海の神ウゴムということです。
まあ、ここ意外に情報あるね。なんていうの、この世界を知ることができる。最初全然オープニングとかっていきなり始まったじゃないですか、物語自体が。でこの世界のね、信仰宗教的なやつとか、まあ、そういうの全然分かってなかったんで、それをここでまあいろいろと見ることができますと。こっちはあんまり情報はないね。じゃあ、アムトのシンボルとエリスのシンボルが必要ということなんですけれども、エリスの情報ってどこにあるんだろう。まあ分かんないんだけど、答えだけ言っちゃうと迷いの森なんですよ。困ったら来てねってオールが言ってたんで、まずは迷いの森に行って困った時はあの木に聞けということで、アロン島の神殿に入るためにエリスのシンボルが必要なんです、なんとかしてくれなんで本当こいつ口調が一定じゃないな。よく来たなグレイよ。私は森の神シルだ。なぜ神殿に行く必要がある。なんとなくディスティニーを得るため、皇帝を救うため。では夜まで待て。夜まで待つ意味がよくわかんないんだけど、エリスのシンボルを手に入れた。ちょっと謎だよね、謎イベント、いまいちよくわからない。まあ、ロマサガはねそういうもんす。いまいちよくわからないけど進んでいくみたいな。で北エスタミルへ行かなきゃいけないんだけど、イスマス城が乗ってないな。そうか、じゃブルエーレからまた船に乗るか。買い物したけどお金は800円。200円だったらいけないけど200円はかからないよな。あとあれか、ジャングルに行くのには200円、1200円必要じゃん。まずオービルに行きましょう。で帰りはイスマス城を経由してバファル帝国の方へ行きます。イスマス城がねローザリア地方と、バファル帝国のその境目にあるんで、そこを歩いていくと、まあ、船代はかからない、モンスターはいるけど。で、北エスタミル、こっちのエスタミルが北エスタミルですね。南エスタミルはまだ行ってないか、そもそも。でここにも神殿があるんで、その神殿へ行きましょう。大きな町にはなんか神が祀られてるみたいな、まあ、そんな感じになってますね。アロン島の神殿に入るためにアムトのシンボルが必要なんです。その神殿はきっと2つの月の神殿に違いありません。どんな事情かは存じませんが、あなたがアムトとエリスに祝福されているならばそこに入ることもできるでしょう。簡単にくれるよな見ず知らずのやつに簡単にあげるよな。それでいいのかっていう。でもここ用なしなんで外へ出たい。このショートカットで外へ出れるのと出れない判断がわからないな。ここは出れないね、ダンジョンがあるからかな。まあ一旦外へ出まして、イスマス城に行きます。でイスマス城はアルベルトの故郷ですね。まあ滅ぼされてますけど、右の方はねモンスターだらけなんで、ちょっと中から行きましょう。で戦力的にはまあこれでいけると思うんで、スティールソードアルベルトは使っていきます。まあ最初ある意味でちょっと弱いかな。アイアンソードレベル8って意外に育ってたんで、まあフリーシナリオのいいところは何ていうんですかね、その2つの月の神殿とか、まあそういうところも別にモンスターレベルが決まってないんで、まあちょっと弱い状況だったとしても別にいけると、まあ、ボスがいるところはねボスの強さがあったりして、敵は弱いけどボスがめちゃ強いってことにはなり得るんですけど、探索だけはできるからね。あとイスマス城なんかあったっけ。もう
敵がいすぎてね、調べる気にはならないんだよね。宝箱みたいなのはなかったと思う。だちょっとした情報がさっきの本棚みたいに残ってたような気もするけど、ガールハルスピア強えな。まずハヤブサ斬りを覚えたい。レベル0の状態だと上がりやすいとかあるかな。上がってくれ。よし、上がった。おガーラルスピアも上がった。少し敵が強くなってきたんで、たまにダメージを食らっちゃいますね。こいつは弱い。まあよく見る敵なんで。ないよな、お金が。まあ、敵を倒してお金っていうのもありだけど、800円か。これでバファル帝国。ここってバファルなの、ちなみに。あ、バファルだね。バファル帝国の、メルビル側。だいぶ端にあるんだな、首都が。なんか首都って真ん中とかにあってもいいと思うんだけど。で、1人200円だったよね。ちょっと売りますか。バスターソードいらないっしょ。200円。レイピアモールか。90円。これ多分2つ売ってるよね。うん、なんかこれ一気に売るんか。また1163円だから足りない。ハードレザーマンもいらない。84円。ギリギリか。で、今傷薬が3つ。で、水の魔法が何回使えたっけ。9回か。これもちょっと戦闘では使えないな。まあ、それなりに長丁場になるんで、今の状況だったらどうだろうね。1本の動画につき、まあイベント1つっていう感じになるかな。さすがに2つのイベントをやろうとすると長くなっちゃうんで。で、どっちから行くんだっけ。上か。200円乗る。これで金がすっからかんになったけど、だいたいね、9999円たまりきっちゃうんだよね、神殿で。まあ宝箱次第だけど、まあ最悪2回探索するか。まあ2回目はね、もう本当にスキップするなり高速でやるなりしますけど、もうそのままジャングルへ向かいます。外へ出てジャングルとちょっとセーブしていこう。一応超ショートカットができるんだけど、まあ、最初はねそれを使わずに、まあ、普通に行きましょう。
さっきねケルベロスが出てきたけど、あいつ強いんだよね。なんか3回攻撃くらいしてきて一発も結構食らう。ヒットポイント100台だったら死んじゃうんじゃないかっていうくらい食らっちゃうから、180円。道はよくわかんない、もうここら辺は適当に行くしかない。いきなりねなんか強い敵とか出てきたりするからね。あとこのジャングル自体には、まあ、さっきの月の神殿とキャプテンシルバーの財宝がね眠ってるんですよね。でキャプテンシルバーの財宝は結構ゲー、あそこに宝箱がある、強くならないと取りに行けないんで、ここは敵が多いからちょっと殲滅するか。やっぱりケルベロス強いね。一発だったわ。炎の方は90くらいか、回復量は。最高で3回攻撃してくるからね、トリプルアタック的なやつ。後ろだとね大丈夫だと思うんだよな。1ターン目でなるべく早くこいつを倒してケルベロスにダメージを与えておく。防御だね今のケルベロスのはずだから。結構ヒットポイントも高い、多分1000はないけど800くらいあるかな。でなぜかダメージから水だからかな。ここはハヤブサ戦法を使っていきます。グレソニー、まあ、大弓、フォークもハヤブサで、バーバラは特にハヤブサ持ってないんで使えない。でもちろん一番最後のね人はハヤブサ戦法を使えないんで、シフは普通にガラルスピア。これで前衛3人がまず、おお、スティールソードなんかミスるな。あ、ただやっぱりね熟練度が低い状況だと4くらいまでだったらちょいちょい上がってく感じがしますね今のところ。よし、スティールソードアップ、これで今5かな。強い敵が来ると結構上がるね。ケルベロスが出た時武器の上昇率がいい気がする。ここは待機して、ちょっとやっぱり正面から戦いたいんでね。こういう雑魚が出てくれればすげえ楽なんだけど、たまにねランクの高い敵が出るようになってきたんで、まあ、ただ2段切りとかもそんなねすげえいっぱい使えるわけじゃないんで、まあここぞという時かね。回復役がもう一人いた方が良かったな。本当にね敵が多いこのゲームは。ひたすら敵と戦う作業だから、まあ、仲間が6人いるのもうなずけるよ。多いよねだって仲間6人って。よし、 OK。 何もわからん。あ、わかった。割と溜まってくる。もう1200円か。うわ、上に超いっぱいんだけど、ここって宝箱あんのかな、わからん。あったー、
あれを回収しておこう。レザークラブ、アルベルト、何装備してる？何も装備してないよね。じゃあレザークラブもらっておきますか。こいつは多分2、3回で倒せる。これで倒せるかな。よし、お、大弓もレベルアップした。そうだね、もうちょい火力が欲しいね。あのケルベロスできれば3人くらいで倒したい。今1ターンかかるかんね、あいつ倒すのに。普通の攻撃だけだと、もう海の悪魔はね、雑魚。海の悪魔の1個バージョンが上がったやつがね、さっき出てきてたんだけど、一発食らったんだけど、1だったね、食らったのは。まあ、たまたまそういう弱い攻撃をしてきたのかよくわからないけど、ここにも宝箱があるんで回収しておきましょう。金、あ、あいつどこにいる？海の中にいるね、あのタコ。海の中行けるんだっけ？行けないよね。階段があるんで、これはもうそのまま階段に行きます。で、ここか。どっちだ、多分これ滝降りるとね、戻っちゃうんだよね。え、戻らない？大丈夫？全然違った、普通に大丈夫か。一応セーブしていこう。ここはまだ大丈夫なのか。この先か、どっか陸に上陸できる階段がありそうだけど、シャチもまあ強い。まあ強いって言っても弱いけど。こっちにはないか。で、左下の宝箱ね、あれも回収はしておきたいんだけど、そうだね、これここだね。ではちょっとやりますか、滝登り。これ下がって、でも最初のところに戻っちゃうんですよ。またあのタコ地点を本来だったら通過しなきゃいけないんだけど、ちょっと敵が邪魔だな。滝登りをすれば戻れるんで、まあ一種の裏技なんでね、やるやらないは自己判断になっちゃうんですけど、敵が多すぎるんでね。で、セーブしちゃおう。ここで大丈夫だよね。ここでポイッと滝に登った瞬間セーブして、本当は戻されるんですよ。本当は戻されるんだけど、ここでリセットをして始めると。で、そうすると登ったところから始まるんで、一歩だけ上に行けるんですよ。ポイッと、まあ、こんな感じですね。で、これを繰り返せば、まあ、滝が長くてもあのどんどん登っていけるんで、戻されないようにそのセーブとロードをするっていうコツは必要ですけれども、だと本来行けないところに行けちゃったりするんで、なんかバグが普通に発生したりします。進行不能になったり、まあ、だからそういう行けないところには行かないっていう感じかな。87か、結構食らうな。一応ショートカット的な意味合いで使っていきましょう。お、バトラック下がった。アルベルトは前衛だからな、回復させておきたい。これでね、その技ポイントが上がらないっていうのが辛いよな。フィールド上で使った魔法はなんかカウントされてんのかな。あとウォーターガンとかって消耗力激しいじゃないですか。そっちを使った方がなんか上がる確率が高いとか、ちょっとそこら辺のシステム上がわからない。どれも均一だったら、まあ、1のやつを使っていくのがいいんだけどね。マルコシアス、
見た目は強そうだな。あんまり強くなかった気がするけど、うん、そうだね、普通に倒せるね。今のところ脅威になるのはケルベロスだね。あいつは強い、マジで。で、こっちへ入って、で、実は上がね、隠し通路になってて、上に行くとキャプテンシルバーの財宝がある洞窟へ行けます。で、右に行くと月の神殿という感じになります。月の神殿もな、敵が多いからね、まあ、殲滅するときはカットして、カットっていうか早送りしていきましょう。ここに来るまでの間でもちょいちょい時間かかってるんで、でこれが月の神殿で、なんか本来だったらこの穴がね、小さくて人間が入れる大きさじゃないんですよ。でもアムトのシンボルとエリスのシンボルを持っていると入れる大きさになったということで、いけます。それなりの長さだったと思う。ボスキャラはどうだったかな。なんか固定のボスキャラはいないと思うんだけど、イベント用の固定ボスキャラがいないよね。所詮はなんか普通の敵なんで。これ何、これ毒斬り、今の毒斬りか。一応一旦では殲滅できた。ガーラルスピア強い、やっぱり。お、ハルベルトもアップ、セーブしとこう。フレイムドッグか。こいつも炎を吐かれると結構食らうんだけど、まあ、先行して始末できるからね。こいつはヒットポイントが低いから、多分あのフレイムドッグの上位版がケルベロスなんだな。あれ系は厄介だね。あとね、よくわかんない明治スタッフ、ちょっともう一回使ってみる。明治スタッフ、マジで効果ないって言うんだったら売るしかないけどね。よくわかんない、マジでわからん。ちょ、振ってはいるよね。なんか何なんだろうな。明治スタッフ5000円で売れるっていうところがまたでかいよね。絶対売っちゃうからね、そんなの。わかんないっす、明治スタッフ。あ、こいつ強そう。リッチ、だいたい他のゲームとかリッチっていうと強いよね。早い、何使った、マジックヒールか。押し切れるか。あ、結構ヒットポイント高いな、700くらい。攻撃をしてきたわけじゃないんで、どれくらい食らうかはちょっと分かんなかったけど、ヒットポイントは高めだね。よし、ハルベルト上がった。ハルベルト、そろそろ次の技覚えるんじゃない。この月の神殿のイベントが終わったらそれなりにみんな強くなってそうだな。いっぱいいるね。ちょっとここは
おお、500円、結構あるね。ここも500円。500円の500円、これって2000円手に入ってんな。もう5000円か。ちょっと強い敵が出てきたね。じゃあ下に降りていきましょう。怖っ。また下の方になんかうじゃうじゃいたな。グール系？ゾンビ系？よくわかんないけど、この目ん玉はね、もう超弱いからね。痛そうもう目だけとかさ、ダメージ方超痛そうだよね。弓矢とか突き刺さるんでしょ。あー、下に降りていくべかな。一応まあ下の方も見てみますか。何かあるか。全然上がらん。あー、ここが隠し通路になってんな。今隠し通路のところにモンスターがちょいちょいちょいと動いてたんで、一回階段っていうか、まあ左右どちらかの階段を降りて隠し通路の方に行く感じだね。このコボルトとかも超弱いかな今となっては。最初はお色違いが出てきたみたいな感じで言ってたけど、どこだ？ちょっと左から接触しちゃったな。左から接触するとな、めんどくさいんだよな。どっちかっていうと右から接触した方が楽は楽、陣形的に。左だとクレイとホークの両方が攻撃できないからね。が雑魚なんで、ガラダスピアで倒せるかな。倒せる、よし。あそこのくぼみが怪しいね。目ん玉懲りないな。一番いいのがね、こう敵が出てきてくれることなんだよね。隠し通路からふいって出てくる感じ、いきなり。誘導しよう。こっち来そうだね。どう？あ、出てきた出てきた、あそこだ。じゃあちょっとまた下のモンスターを
討伐します。こんなところに隠し通路あったんだ。敵が出てこなかったら全然分かんなかった。なんかちょっと宝箱あるかなって思って見に来たんですけど、思わぬところから。600円はでかいな。ただもうそろそろお金がいっぱいになりそうな気もするけど、まだ大丈夫かな。敵の数は多いよね。ちょっと見よう。7000か。よし、じゃあここら辺かね。そうだね、向こうあんのかな宝箱。ちょっと右側見てなかったけど、下に降りましょう。宝箱あるね、いきなり。結構長いな。お金の心配をしなきゃいけないからね。まあ、ただお金が貯まってくれる分にはいいんだけどね。3万円必要だからね、最終的には。最終的っていうか、アイスソード買うには。そしたらグレーに装備させよう。ちょうど体験使ってるし、まあ、体験のレベルとかそういうのないけどね。武器ごとの熟練度だから、何装備させてもいいんだけど。500円、8500円か。もう1000円しか枠がないな。ここら辺のうじゃうじゃモンスター倒したらもうお金貯まっちゃいそうだね。やっぱもう一回来るか。もうちょっと宝箱があったような気がするからな。1個の宝箱500円って結構でかいよね。よし、じゃあまたモンスターを倒していきましょう。金が持ちきれませんって言って宝箱開けてるけど、取ってなければ次来た時復活してるはず。いや、それは大丈夫。もう金が持ちきれないんですよ。じゃあここで金をジュエルにね、本当だったら変えなきゃいけないんだけど、
それがめんどくさいんだよね。いくら ?9700 か。持ちきれません。あの上の宝箱とか、全部金かな。いや、開いてるけど絶対大丈夫、これは。そこは間違いない。だもう一回来よう。お金をジュエルに変えてから。上の宝箱はね、なんか全部金みたいなんで、ちょっと今回は鹿として下に降りていきます。で、あの宝箱も金で、ちょっと上のフロアと下のフロアで分かれてんね。あそこにいて、あれがムーンストーンだ。で、上から出口に出れるんだけど、出口に出たら話にならないんで、ムーンストーンを目指しましょう。他の宝箱は全鹿とでいいかな。まあ、ちょうどいい感じかね、金的には。でムーンストーン取ったら、そもそもメルビルに戻んなきゃいけないんで、それで金かかるでしょ。でここにまた戻ってくるのに金かかるでしょ。船代なんだよな、厄介なのが。もう金は完全に9999だね。じゃあこのちょっとボスチックなやつに当たって、なんかすげえ普通の敵だな。一旦あれば倒せるかな。こいつ出てきてたっけ。でもあんまり印象にはないけど、それによりには食らうか。2発、まあこんなもんよ。さて、じゃあ上の宝箱を開けてムーンストーンゲットしたので帰りましょう。敵がいっぱいいる。
これね、こっからショートカットで帰れるんで、で次来るときはあそこのね滝を登っていけば途中のところまでは行けますので、ちょっと次回はそれを使っていきます。このザコどもを排除しよう。金がもう手に入らないっていうのがね、ちょっと戦う気をなくす。では神官に話しかけて、それは木のディスティニーストーン、それがあれば皇帝陛下への呪いを打ち破れるわ。急ぎましょう。さあムーンストーンの魔力を見せて。グレイはムーンストーンをかざした。気分がさっぱりとしてきたぞ。陛下大丈夫ですか？ネビル、なんともないぞ。まったくな。ご回遊おめでとうございます。早速ではございますが、このコルネリオ、一つ提案がございます。申してみよう。近年海賊による被害が激増しております。このままでは珊瑚海の貿易は廃れてしまいます。何卒我が帝国海軍に海賊討伐をお命じください。仲間割れがあるとも聞きます。あ、海賊の間に仲間割れがあるとも聞きます。今こそがチャンスです。ローバーン公は常に国のことを心配してくれているのだな。よろしい。公に海賊討伐を命じ、帝国海軍の全てを預けよう。早速準備にかかります。待たせたな。褒美は思いのままじゃ。何なりと申してみよう。ま、これは武器だね。では下がってよいぞ。で武器はガーラルアクスですね。ガーラルアクス買うと9600円くらいするんで、これをホークに装備させよう。よし、これでホークの火力がまた上がるということで、じゃあ今回はここで終了して、次回はちょっともう一回あの月の神殿に行って金稼ぎをして、それが終わったところから、始めていきたいと思いますので、まあ、一回宿園とおまろうそれでやっていこう、じゃあ今回はこれで、終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。